Oi! Udo!
За энэ дайсан хамаагүй. Сүрж гинэд байх. あの弟子の元に戻るか。 石川先生に警告つけてもらったからだろ。違うんだ、教授。佐護の街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨て置くわけにはいかんな。ただの灰になってしまった。 何百もの火が一斉に空を飛んで昼間みたいな。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。奴らが持ってるって噂は本当だったんだ。だからあんなにいくつもの村を落とせたわけだね。それだけじゃないの。イカズチみたいな道具を持ってる。いかがです。鎧は見つかりましたか。猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。 これで師匠の鎧を巡って傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。 叔父上が見たら何と言われるだろうな。
麦谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。お前が殺された。何があった？わしの二人の息子が荷車を燃やした罰として、桃子はこのわしにどちらを殺すか選ばせたんです。気の毒に。もう一人の息子はさらわれました。荷車を焼くなんてことを考えたのはその中太のはず。生きておるはずだ。どっちへ行った？橋の向こうへ。よし。No, samurai! Matasete shimatta na. Saa, yuke. どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗して参る。安心して逃げるがよい。あなたは命の恩人です。Reach us quick. Oh!
父親が、お前を守ったと聞いたぞ。俺は？モーコはどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず元太を選んだんです。元太が殺されると分かると、俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺が元太を巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。 父親がおらぬ、何か手がかりはあるだろうか。罪に耐えきれず命を絶ったのか。仲の良い家族だったであろうに。
내군벨. 으시. 返しようがありません。礼はいらぬ。それよりどこで使った？助けを求めて街道を歩いていたところ、月のない夜だったものですから、道沿いに敷いてあった野営にうっかり入ってしまったんです。野営があるならば壊さねばならないが、さあ行け。 見たものがいるだろう。吐け。何も知りません。知らん者は知らんのだ。お侍、あなたからも言ってやってくれ。何用か申してみよう。失礼を。私はサブロー、海では名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた？ 身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を？皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚を叩いた。気に食わん連中ですが、 すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。
あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおの、こちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見た者は？おらぬか。ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は？あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った？それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。昨日着いたばかりなので何も。島を出る話をしていた家族。裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。往来が多いのであまり確かなことは。逃げおったぞ、捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる。止まれ。俺じゃない。訳を聞こうか。仲立ちが来てあの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな、俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた？西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。よし。三郎の妻子はどこにおる？誰かいるのか。いずれ津島は俺たちのもの。
こうもたやすく騙されるとは。みんな必死なんだ。目の前に望みをぶら下げてやれば何だって信じやがる。確かにな。さてと。師匠は誰だ。そこらの犬か。逃がしてやる。ああ、助かりました。無事でよかった。どういうことです。船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか。いや、我々だけです。さようか。サブローの家族はまだ近くにおる。知らせてやらねば。さあどうぞ見ていってくださいよ。お帰りで。それで私の家族は。これを見つけた。ん？丈太郎の。どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに。お主それでも侍か。おのれが役立たずが。なんと昔かと。許さんぞ。サブロー、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。様を敬ってはおりますが、クロード様についていきます。
내게 못 써. 이리 가라고. 다른 문
Casta. Tirria corpe. All right.